認知症チャンネルのウシャスです。今日はですね、コーヒーの健康効果と認知症予防についてのお話、その1になります。まずね、コーヒーを毎日飲む方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。このコーヒーにはですね、覚醒したりとか眠気を覚ますとかね、イメージが、思い浮かぶかと思うんですけども、このコーヒーの効果はですね、抗炎症効果、そして抗酸化効果、抗ウイルス効果、ダイエット効果、そして集中力、記憶力の向上とか、覚醒作用、リラックス作用などなど、さまざまな効果が得られることができます。そして国立がん研究センター予防研究グループはですね、習慣的にこのコーヒーを飲む人は心臓病、そして脳卒中、そして呼吸器疾患による死亡リスクが低下するというコホート研究結果を報告しております。この研究成果によりコーヒーの健康効果が一躍注目されるようになりました。そして炎症を予防する効果のあるカフェインと酸化を防止する効果のあるポリフェノールの相乗効果によると考えられています。またですね、国立がんセンターと東北大学のグループがですね、別々に研究したものがあるんですけども、このコーヒーを飲んでいると子宮頸がんになりにくいね、子宮頸がんになりにくいんですけども、ただ子宮体部がんのリスクは変わらないという結果を出しています。そしてちょっと別の研究なんですけども、カフェオイルキナ酸の神経細胞保護作用とか学習記憶障害の改善効果にも、今後です、研究が期待されるところになってきます。ではこのコーヒーとポリフェノールのクロゲン酸についてのお話をしていきます。ポリフェノールの一種で、ポリフェノールの王様と言われるクロゲン酸はですね、コーヒー豆に含まれる天然の抗酸化物質となります。ダイエット効果であるとか、血糖値を下げてくれる効果とか、血圧も下げてくれる効果があったり、気分を上げたりとか、感染症を予防したり、アンチエイジングの、効果が期待されるところになります。クロロゲン酸と呼ばれるポリフェノールはですね、複雑な、混合物の、混合物で、現在に大体9種類あると知られております。しかしですね、このコーヒーを飲んだ時にこれらすべて9種類の化合物を吸収できるとは限りません、例えばコーヒーを飲みました、早く吸収されるもの、遅く吸収されるもの、吸収する前に我々の、腸にいる腸内細菌たちの消化酵素が作用して分解してくれるもの、分解しないもの、様々な部分があって、まだまだ未知な部分があります。というのも研究例が非常に少ないというのが現状になってきます。しかしですね、クロゲン酸はとても熱に弱い性質というものがあります。コーヒーと言いますと浅入り、中入り、深入り、ご存知だと思います。一般的に出ているものは深入りになります。インスタントコーヒーには深入りが多いですけども、レギュラーコーヒーのパッケージを見てもらうと浅入り、中入り、深入りと書いてたりします。そしてブレンドのコーヒーなんですけども、例えばA という産地の豆は浅入りで、 B というものは深入り、別の産地に書いてたりしますので、一度レギュラーコーヒーのパッケージを見ていただくこともお勧めいたします、でこのポリフェノール、クロゲン酸は浅入りの方が含有量が多い、そして深入りの方がクロゲン酸の含有量は少なくなりますので、できれば浅入りの
方を買っていただく方がクロロゲン酸の効果は非常に高いというわけです。ただ市場に多いのが深入りになりますので、まあ注意していきましょうというところと、このポリフェノール、クロロゲン酸のポリフェノールの効果は大体3から4時間と言われております。ね、ですので摂取タイミングとかもしっかり考えていきましょうというところになります。そしてこのインスタントコーヒー1杯あたりだってクロロゲン酸はですね55から 240mg 含まれていると言われております、ね。まあ、ただですねポリフェノールは水に溶けやすいという性質があります。まあ、そのためですね比較的短時間で、作用していき、長期の効果が持続しません。ゆえに3から4時間の効果というわけになってきます。で次にクロロゲン酸と腸内細菌層についてのお話をしていきます。イギリスのレディング大学の研究グループはですねコーヒー豆に含まれるクロロゲン酸が大腸に良い効果をもたらしているのではないかと考えまして腸内細菌層に対するクロロゲン酸の効果というものを検証しております。まず各種コーヒーと糞便、便ですね、を一緒に培養した結果ですねクロロゲン酸は培養後4時間で、まあ、代謝されましてジヒドロカフェ酸とジヒドロフェルラ酸が作られる一方でカフェインは代謝させずに、まあ、残っていたという結果になっています。そこでクロロゲン酸を最も多く含むコーヒー、ね、まあ、コーヒーの種類を選んで、添加したところ添加していないものに比べ善玉菌のビフィズス菌の数が優位に増加した。そしてこのコーヒーに含まれる量と同じ量のクロロゲン酸を培養液に加えると、ね、ビフィズス菌の増殖が促進しましたよという結果になっております。次にコーヒーと、ね、内臓脂肪の関係についてのお話をしていきます。クロロゲン酸を摂取することで体内に蓄積されている脂肪の消費量を増大させて内臓脂肪の低減をサポートするという研究報告がされています。ダイエットコーヒー目的、ダイエット目的にコーヒーを、ね、飲む方はカフェイン入りでもカフェインなし、ね、除去されたデカフェであってもどちらも効果を発揮しますよという内容になっております。では次にコーヒーと血圧の関係につきまして、先ほどですね、ポリフェノールクロロゲン酸は血圧を下げてくれる効果がありますよと、うん、ただまあ焙煎によってこのポリフェノールは浅入りが、ね、多く深入りが少ないというところになってまして、ちょっと面白い話があります。大阪大学の研究チームによる大規模な前向きコホート研究が行われまして日本人の健康と生活習慣に関する広範囲なデータを元にして行われまして特に高血圧患者におけるコーヒー摂取の影響に焦点を当てております。1万約8000人以上の参加者を19年にわたって追跡しましてその間の生活習慣や健康状態の変化を詳細に記録したというもの。その結果ですね1日に2杯以上のコーヒーを飲むことが重症高血圧ですね、を持つ患者において、ね、心血管疾患による死亡リスクを2倍にするということが明らかになりましたと。で、一方ですね、まあ、1日に1杯のコーヒーを飲む場合はこのリスクは顕著に上昇しないことが示されましたということでまず一般的に出ているのが深入りでポリフェノール含有量が少ないということ、ねね、これ気をつけないといけないです。で、ね、2杯以上飲んでいる特にまあ高血圧患者は影響が出てきまして、ね、心血管疾患による死亡が2倍上がっちゃってると
という結果が示されているわけです。そしてもう一つ、これ海外の研究になるんですけども、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学が行った調査で1017人にを対象に約30年間追跡した調査の結果、コーヒーを飲む習慣がある人はコーヒーを全く飲まない人よりも血圧が高いことが判明し、1日の飲む量が1杯を増えるごとに、まあ、上の血圧ですねが 0.19mHg、ね、拡張器の下の血圧ですね、これが 0.27mg/hg 上昇していましたということになっています。なので、まあね、コーヒーを飲むと、まあ、血圧が上がるのか下がるのかどっちやねんって話なんですけども、下げる効果はやっぱりこのコーヒーのクロルゲン酸というものが持っていますので、朝入りを選べば血圧の効果が得られますよと、ね、で気をつけないといけないのは深入りを選んじゃうと逆に血圧が高くなっていく可能性がありますので、まあ、特に高血圧の方、ね、さらには高血圧のさらにも高血圧、ね、高い人は非常に注意が必要となってくるわけです、ね。高血圧はもう1日1杯にしておきましょう、ね。でまあ、あとね、1日2杯を超える摂取を、まあ、避けて、まあ、いかないと血圧が高くなる可能性がありますので、注意していただきたいところなんですけども、もう一つあります。スペインに住む、ね、高齢者で血圧が気になる方はカフェインを含まないデカフェのコーヒーを選ぶ傾向があります。ね、カフェインのないものあるもの、ね、こういったひょっとしたらもうこのカフェインが血圧を上げていってしまっている可能性がありますので、しっかりねこの辺ポリフェノールの効果を得たい場合は朝入りを選んでいくようにしていってください。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方、また高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。それではさようなら。